徴兵制度が存在する国韓国。19歳以上の健康な男性は2年以上兵役の義務を果たさなければならない。軍隊訓練は2年間だが、その前の5週間は訓練兵として基礎訓練が行われる。過酷な訓練を乗り越えて初めて勇敢な軍人の資格を得ることができるのだ。私たちアジドラ取材班は彼らの入営日から5週間の軍隊訓練までを徹底取材。青春真っ只中の平凡な若者が辛い別れや厳しい訓練を経てたくましい軍人に変貌を遂げる。若者たちは厳しい軍隊という社会で何を学び、どんな風に成長していくのでしょうか。彼らは5週間の訓練生活で何を思ったのか。そして2年間の軍隊生活への意気込みとは。私たちはその素顔に迫りました。韓国の代表的な新兵訓練所はチンジュ、ノンサン、そしてここウィジョン部。全国の新兵訓練所は1週間に2、3回ずつ訓練兵を迎え入れます。一度に入営する数は数十人から数千人と言われています。今日は入営日。若者やその家族、友人や恋人の姿が後を絶ちません。おや、露天商がいますね。ここで何を売っているのでしょうか。あじもに、これ何を売っているのでしょうか。もう、しげ、かいちゃん、もう、ひまげ、もう、ボールペン、もう、はじよ。このように新兵訓練所の露天商では軍生活での必需品が揃っているそうです。장사잘되세요?장사는잘되죠그냥물집이많이잡히니까그래저기하죠また訓練場付近には入営前の彼らのために働く人々がいるんだとか。その中でも代表的なのが床屋です。丸刈りは将兵の象徴、気合が入りますね。こちらも訓練兵たちのために生まれたポラロイドカメラマン。彼らが訓練兵として丸坊主姿になるのは一生に一度。カメラマンはその瞬間を逃したくないという気持ちで撮っているんだとか。家族と一緒に写真撮影。まだ慣れない丸坊主でぎこちなさを隠せません。家族とも2年間のお別れ。寂しさをこらえ笑顔を刻みます。가족사진어가족사진찍은거예요가족사진찍은거예요어이제잠시동안이제헤어지니까기념으로추억이되고자찍었어요지금느낌이어때요지금괜찮아요그냥뭐좋은경험이라고생각해요보이나보려나보여요쟤뭐야여자친구야야우리는안보여주고너야너진짜좀모르시는거같은데몰라여자친구아니야아니야가족사진따요가족사진이야성혜야잘다녀올게일단걱정은하지말고뭐다똑같으니까뭐잘다녀올게네부모님께한마디부모님께잘다녀올테니까요걱정하지마시고그리고아몸건강이있으니까뭐잘지내니까뭐거기가서사고칠일은없으니까네잘있을게요네걱정하지마세요、네、저도여기훈련소들나왔는데그한굉장히오랜만에이제처음와보기때문에
각오하고 많이 변했어야 된다고 생각하고 있어요. 그냥 뭐 남들 다 하는 군대 생활, 뭐 어디 어디 가고 못할 거 없다는 생각을 하기 때문에 그냥 너무 앞서지도 말고 너무 뒤처지지도 말고 그냥 편안하게 건강하게 잘했으면 해요. 사태 再び 露天商を 覗いてみましょう. こちらは時計を選んでいるようです. 露天商で人気の商品の一つが時計なんだとか. 아니야. 뭐 전 평소랑 다를 거 없는데 다 오는 거니까. 알았어. 보겠다. 뭐 사려고? 시계. 그냥 시계 같은 거 아무거나 하나 사려고. 뭐 이런 거 사라는 얘기를 좀 들었어요? 네, 그냥 있으면 좋다고 하길래. 아니야, 그냥 그 엄마가 태워줘 이거를. 군대 생활에 필요한 ものの 정보와 兵役を終えた友人や先輩から入手するそうです。先輩からのアドバイスがちゃんと役に立っていますね。おや、お母さんに時計をつけてもらってますね。微笑ましい光景です。マンジュ、ドリグ、ちょっとマンジュ、チョウモン。アドランテ 한마디 해주세요. 훈련 잘 받고 저기 해라 해야죠. 건강하게 저기. 가족의 불안을 요소니 入営の 시간은 刻一刻と 近づきます. 불안을 かき消すかのような 賑やかな 食堂. 오빠 지금 일본 방송 출연 중이란다. こちらの 若者も 恋人と 연락을 取っています. まるで 自分を 慰めているかのように. 무섭냐고요? 저는 괜찮습니다. 일본 여러분, 힘내십시오, 저를 보고. 너무 걱정돼요. 지금 근데 참고 있는 거예요. 어떻게 말을 못 해주겠어. 韓国では末っ子は特に可愛がられるそうです。その最愛の末っ子が初めて自分の手から離れ厳しい軍隊社会に足を踏み入れる。その不安は言葉になりません。思いが込み上げます。 아, 엄마 왜 울어? 저희 엄마가 지금 이 방송 때문에 울고 계세요. 여러분 보시고 계신 분들 힘 좀 주세요. 잘 다녀오겠습니다. 필승! 예, 우리 아들이 벌써 커서 군대를 가게 됐네요. 자랑스럽습니다. 2년 잘 마치고 들어오길 기다리겠습니다. 감사합니다. 요즘 군대가 많이 좋아졌다고 하기 때문에 걱정은 안 해요. 예전하고 달라져서. 그래서 그냥 건강히 군복무 열심히 하고 무사히 나왔으면 고맙겠습니다. 얘는 내가 먼저 저희 나중에 이제 가요. 엄마 좀 그만 울게 해줘. 아, 지금 기분이 매우 안 좋아요. 군대 가기 이제 한 시간 남았는데 친구들 같이 와서 기분은 편한데요. 잘하고 와야죠. 할머니 건강하시죠? 네, 할머니 건강하세요. 시골 할머니 장기라면 다 건강하게 계세요. 금방 휴가 갔다 와서 오겠습니다. 이건 왜 이러고 있는 이거 왜 이러고 있는 거야? 잘 다녀오겠습니다. 화이팅! 예! 일본 화이팅! 군에 入営する ということは 恋人たちにとって 辛い 試練でもあります. 군대 보내려니까 좀 마음이 좀 편하진 않은데 그래도 갔다 와야 더 남자다워지고 더 잘 될 것 같아서 뭐 잘 갔다 올 거라고 생각해요. 비가 났다. 아하. 2年間の別離、避けられない定めです。 こらえきれない思いがあふれます。